ペイヤングです。11時15分です。ペイヤング15分もしたらこの番組の運命はどうなるんだ。皆さんこんばんは、さだまさしでございます。今夜のセイヤングはお待ちかね長嶋一茂初登場初出演、一茂からのビッグプレゼントという豪華なんていうんだこういうの、豪華企画でお送りしようと思っております。さだまさし15周年記念企画第2弾、我が家甲子園決勝大会もろもろプレゼント受付発表なども交えながらお送りしようと思って15分をし、この寂しさ、梅雨が過ぎて暑い夏がやってきますとブンブンうるさい虫がなんか今年は源氏ボタルになってる。とにかくもう言えないです。私はそんな虫に負けじと今夜も頑張りたいと思っております。文化放送さだまさしのセイヤング第353回は広島からの生放送、 RCC のここは何スタだかよくわからない3スタからお送りいたします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。待て、さだまさしのセイヤング面白キャラバン隊。この番組はハートもおいしいの東ハト製菓がお送りします。直径6センチ、薄さ 2.5 ミリ、超薄型セサミクッキーハーベストにセミスイートチョコをサンドしてセミスイートチョコハーベスト、ホワイトチョコをサンドしてホワイトチョコハーベストの2タイプ。はい、よくできました。薄さに味がある東ハトチョコハーベスト新発売。ワンワンワン、お母さん、投げは見なかった？お姉さんは？お父さん知ってる？投げはね、投げは見なかった？え、投げはか、確かあっちの方へ飛んでたぞ、あっちの方へ。カール塩味のポテトスナック。ドハと投げはセイエイエイヤー。まずは手始めですね、長嶋一茂出演記念一茂サイン入りグッズプレゼントか、長いものタイトル聞いただけでも長いなと思う。なんとこう今夜はですね、特設電話で、持って皆さんから電話をお受けしようと思います。今から深夜の1時30分までの2時間半にわたって、あ、じゃあ2時間半はないか、約2時間ちょっとにわたって、一茂、with 正志のサイン入り色紙、初中見舞いはがき、キャラバン T シャツ、ほらこの3種類だよ。3種類いっぺんにあげないよでこれね、これを3人ずつ、やっぱり一茂の背番号栄光の背番号3にちなみまして、3名ずつ計9名の方にプレゼントさせていただこうと。野球チームの数ですね。ああいいね、ナインとも言うからね。今から深夜1時30分までの限定プレゼントでございます。どんどんお電話いただきたいと思います。それで、電話をくださった方から抽選でお送りすると、まあ、こういうことになってしまいますけどね。ですから登録していただくだけで結構です。受付電話番号を申し上げます。東京03、よろしいですか、深夜ですからおかけ間違いのないようにお願いしたいと思います。東京03-359-1134、東京03-359-1134、おかけ間違いのないように一つよろしくお願いしたいと思います。難しいギャグとかですね、面白いネタとかそういうことを電話で言っていただく必要は一切ありません一言だけ合言葉をこちらで決めさせていただきます。その合言葉をちゃんと言えた人はこちらに登録させていただくと。偉そうではございますが、一つそれでよろしくお願いしたいと思います。合言葉は合言葉を申し上げます。よろしいですか、はい、合言葉はブンブンと虫がうるさいそうなんですね。
どうしますか。ブンブンと虫がうるさい。これだ。合言葉を間違っちゃった人とか何も言えなかった人は残念ながら無効になっちゃいますね。これだけはしっかり覚えていただきたいと思います。合言葉、ブンブンと虫がうるさい。これだね。文化放送さだまさしの声援ね。本当に今夜はね快晴ですよ。広島の街もね盛り上がってますよ。牧原さんがですね最後にさよならワイルドピッチ、牧原さんらしい最後という感じがありましたでございますけどね。まあ再三勝ち越しのチャンスがありながら4番5番あたりに一打が出ないジャイアンツの苦しみというのがですね、広島の喜びにつながっているんではないかこういうふうに思います。松本、はい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 。ところで一茂はいつ出てくるんだお前。あ、一茂でしょ。一茂だよ。私の一茂はいつ出てくるんだよ。わかりました、わかりました。それじゃあですね、この松本が命をかけ、ね、社員生命と給料のベースアップをかけたこの直撃取材。およ、お前ね、もしね上手にね、直撃取材が出たらね、ボーナス出した。お、出る出る。いいなぁ、僕だけ出るのかな。いや、みんな出るんだけど頑張れよ。もうでも頑張っちゃって来ちゃったから。あ、もう頑張って来ちゃったのか、そうか。まずこの聞いていただきましょう。タイムナンバー1番、松本亀雄でございます。ただいま神宮球場の脇にございますね、神宮球場クラブハウスの方に、来ております。これからですね、佐田隊長が毎週毎週熱いラブコールを送り続けてきたヤクルトスワローズの長嶋一茂選手になんとこれからお会いするということで、私はどうしたらいいでしょう。もうね、緊張しちゃって緊張しちゃってね、もうどうしようなんてことで、今、周りにはですねヤクルトのファンの方でしょうか、女の子が中学生高校生ぐらいの、もう夏休みですからね、ファンの方がたくさんいらしております。もうやかましいったらあらしないという。お、こちらにあるのは何でしょう。お、これはボール、野球のボール、公式の玉でございますね。これは本物でございましょうか。そしてヤクルトと書いてあります。ヤクルトと書いてあります。これが一箱におよそ100個やそこらは入ってるんじゃないでしょうか。その箱がですね、4つこう何気なく置いてあるんですけれども、その楽屋だってギターいっぱい置いてあるんだろ。ハウスの玄関にですね置いてあります。これはゴルフバッグじゃないですね、多分。バットを入れるバッグですね。なんかがありましてですね、正真正銘のクラブハウスですね。これから一茂選手とお会いするということで、もうね、私もね、こんなねビッグな人にね会うなんていうことはどうしたらいいんでしょうかね。本当に今玄関の方へやってまいりました。玄関を入りますと、ここですか、プレスルーム。やっぱプレスに入るんですか。私たちもプレスですね。じゃあここ入ってみたいと思います。誰もいません。静かなこの部屋でこれから一茂選手と会うんですね。本当に本当にここに彼が登場するのでございましょうか。いまだに信じられない状況でございます。プレスルームをちょっと探検してみたいと思います。もう広いんです、このプレスルームがですね。プレスルームじゃなくて、カズシがどうしたんですか。畳で言うとですね、6畳間が2つ分ぐらいあるっていう、うちの部屋の倍はありますね、これは。はい、いろいろありますよ。プレスルームこちらの方には、伝言版でございましょうかね。弟子生、家族、家族構成がなぜか弟子生さんの家族構成が張り出してありますね。これみんな覚えなきゃいけないですからね。台所に書いてあるもの読んだらダメだよ。出前の献立表もございます。一茂がこれで出前を頼んでるんでしょうか。一茂じゃなくたって頼む。お蕎麦の出前とね、こちらお蕎麦しかないですね。あ、中華料理、中華料理。あ、ここは文化放送でもよく通るところですね。大きい声で言えませんが、中華料理、ここで、隊長、佐田隊長もですねよくしょっぱいチャーハンを頼んでおります。一茂と同じものを隊長頼んで食べてるんですよ。一茂もひょっとしたら、しょっぱいチャーハン食べてるかもしれませんね。はい、ただいま時間は、約束の4時にちょっと前という形で、4時に長嶋一茂選手がここに登場してくださるという。あ、どうしようどうしよう。あ、もうだんだん登場してきちゃった。あ、言わせたな言わせたな。なんだこれで終わりか。え、これで終わりか。お前来ないじゃん。いやいや来ないじゃないか。一茂お前、いや一応ね、一茂と会う感じ。お前の声を聞いてたって嬉しくないんだよ。だから俺たちはこの感動を皆さんと共有したいと思いましてですね。ああ、でもそういう意味では盛り上がった盛り上がりますところはこれからだね。これからね、これからいよいよ一茂が出てくるんだな。うん、あ、そうか。何時から電話を受け付けるか俺言ってなかったんだ。いや、大変失礼しました。それでは、この間もなく現れようというこの長嶋一茂の
サイン入りグッズ、これをですね3人ずつ9人の方に、なんとなんと何だったか忘れまして、何しろ9人の方にプレゼントするということでまして、はい、電話を 1時半までお受けするということでございますね。電話番号もう一度申し上げます。東京03-359-1134、東京03-359-1134でございます。合言葉は先ほど申し上げましたね、ブンブンと虫がうるさい、これでもってただいまから電話を受け付けさせていただきます。ただいま、どうぞ、はい、どうぞ電話を回してください。東京地方の方はね、番組終わってからやっていただいても、あの電話してもらっても十分間に合うんじゃないか、こういうふうに思うんですけどね。あのどうだった雰囲気は？もうね、もうクラブハウスが綺麗なの。綺麗、うん、それでね、もうファンの人は多いですね。ちょうどね、先週の月曜日に伺ったんですけれども、うん、夏休みに入ったということで、うんうん、もう女の子なんかたくさん来てらしてですね、うん、これから一茂に会いに行くんだよーって言ったらね、キャーとか言ってましたですけど、うー、これが終わった、本当に。別にそれはお前にキャーって言ったんじゃなくて、一茂にキャーって言った。そうですよ、そう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 、うん、もうね、大変、うん、うん、ほら見ろ、忙しかったんですけどね、一茂さんも。あ、もうほんとご無理言って。そうだよね、まあ特別にね、まあ、セイヤングっていうことで、うん、出てくださるなんて。どうにか、でも本当にやってきたんだろうな。おっと、決まる。じゃなきゃ僕が今ここに入れるわけないじゃないですか、そんな恥ずかしいね。それはそうだな。そうでしょ、うん、もう自信持って私はもうね、レポートしてきちゃいましたですよ、本当に。ところで、あの一茂はいつ出てくるんだ。一茂15分落ちちゃいましてね、うん、もう本当に、本当だったらもう出終わってる頃なんですけれども。そうか、じゃあもしかすると、あのこの勢いで大阪名古屋の乗り込みを待ってるっていう体制か、今もしかして。もうそうですね、もう出しますか。いや、今出すわけにいかないって平井が首を横に振ってますけど。いやいや、電話鳴ってないじゃないか、全然さっきから。電話鳴ってるのかこれ。いやいや、いや、鳴ってますね。あの電話受付センターの方には電話どんどん来てるの。もう今日は、あ、聞こえてる、聞かない。強引に、強引には聞かせてくれてます、ね。いやだけど本当、僕はあの長嶋一茂選手というのはね、はい、まあ今は確かに長嶋さんの、なんか お父さんの意見の通りね、うん、2軍半の選手だって長嶋さんがね、某プレイボーイに書いておられましたけどね、うん、つまりまだ2軍まで行ってないじゃないかお前はっていうね、厳しいものがありましたけども、でも来年は、1軍半になり、再来年は1軍に入ると、うん、3年計画でね、長嶋一茂選手は、1段ずつ階段を上がってほしいと思ってるね、うん、まあジュニアオールスターを見ておりますというと、うん、4番サード長嶋でフル出場を果たしましたけどもね、やっぱり何かね、あの我々もそうですけどね、思い切ってやれって言われたってね、思い切ってやるまでのね、うん、この積み重ねっていうのがね、これが一番大事なんです、自信というかね、うん、もう開き直りっていうかね、うん、まあでもおそらく一茂選手のことですから、うん、今後はね、必ず我々の納得のいく数字を出してくれるんじゃないかと、こういうふうに思うんですけどね、うんうん、まあ、数字なんかどうでもいいんですよ、要するにね、記録を いくら作ってもすごい選手が現れれば、記録というのは破られていくわけですからね、記録に残るよりも記憶に残る、うん、うわっ、砂嵐が来てしまった。もう残念ながら、この後出てくるんでしょうね。出てくるんだろうね。いや、砂嵐で飛んでしまうとかそういうおいことはありません。 CM の後に一茂選手は登場をいたしますので、お母さんぜひご期待。それでは名古屋大阪の皆さんをお迎えした後、一茂選手をお迎えしましょう。世界で愛されるキャラメルコーン。チョコバナナ味もよろしく。小さな出来事。東波トールレーズンプリンセスの浅田花子です。今海の向こうに広がる景色を楽しみながら能登半島をウォーキングしています。輪島の町に着くと、今朝摘んだばかりの可愛い花を売る朝市に出会いました。小さな出来事、小さな思い出。大阪名古屋の皆さん、いらっしゃいませ。
11時こちらあの現地時間で11時30分を迎えておりますけども今夜はあの広島 RCC の第2スタジオからお送りしております。先ほど東京地方の皆さんには第3スタジオと申し上げましたがあれは平井の大嘘でございます、第2スタジオが正しいわけでございます。もう知らないことを言うなっていうのは自信持って3というかって呼び出すから私は今日は3の特集かなと思いましたけれどもねさて今夜のさだまさしのセイヤング、ヤクルトスワローズの長嶋一茂選手のインタビューに成功しておりました。この後長嶋一茂が登場しますけれども手始めにですね長嶋一茂出演記念一茂サイン入りグッズプレゼントというのをただいま文化放送で行っております。ただいま行っておりますとオーバーでございますけどね特設 電話受付でもって、深夜1時半までの間、受け付けております。一茂 with 正志のサイン入り色紙、それから、初中見舞いはがきこれサイン入りね、うん、それからキャラバン隊の T シャツこれサイン入りね、この3種類のものを3枚ずつ合計9人の方に333長嶋さんこれはですね、国の大阪の皆さんはキャラバン隊の T シャツって知らないんですか、ね、大阪の皆さんはキャラバン隊の T シャツは知りませんね、うん、東京で名古屋の皆さんも知らない、まあ、一部の人は知ってくださってるかもしれませんけど東京で約あの、ま、一番長くて30分やってる番組でございまして短ければ、7分とか5分とかっていうこともないっていう時もあったら確かにその上情けないコーナーなんでございますけど面白キャラバン隊の、隊員だけが本来は番号をつけて切れるというものですけど、あれを市販しておりましてどんなものがあったのか今から深夜1時30分までの限定プレゼントでございます。合言葉を言っていただいて、こちらで登録をさせていただきます。合言葉さえ言っていただければ登録は簡単にできるとこういうことでございますね。合言葉を先に申し上げますからお手元に何か控えてくださいませ。合言葉は何だったっけ。ブンブンと虫がうるさいブンブンと虫がうるさい、うん、受付電話番号申し上げましょう、受付電話番号は東京03-359-1134東京03-359-1134、深夜ですからおかけ間違いのないように一つよろしくお願いしたいと思います。東京03-359-1134です。合言葉はブンブンと虫がうるさい。合言葉を間違っちゃった人とかですね何も言わなかった方っていうのは残念ながら無効になってしまいますんでね、文化放送さだまさしのセイヤング今夜は快晴晴れ上がりました広島の町より第353回の生放送をお届けいたしております。どうぞもう電話受け付けておりますんで今すぐにでもあるいは番組が終わるぐらいギリギリから大阪の皆さんはですよその他の皆さんは1時半までですけど、ね、全部1時半までですからね何しろ一つ頑張っていただきたいとこういうふうに思いますお知らせです。さだまさしのセンヤング、この番組はハートもおいしいの東ハト製菓がお送りします。薄さが濃いですこの薄さの中においしさが詰まってるなんてこの世で好きなハーベスト東ハトハーベストチョコハーベストもよろしく。I'm home. Hi, honey. You're back. オークビレッジに帰ると懐かしい味が待っていた。古き良きアーリーアメリカンが香る3つの味、東ハトオークビレッジクッキーエクセレント。セイヤン。ワンアウトランナーありません。バッターボックスはピンチヒッター長嶋一茂。2エンド2からガリソン大5球を投げて打ちました。センターへ飛び、センターのベース、センターのベース、クロマティが入るか、入った、ホームラン。長嶋プロ入り初ホームラン。プロ入り初安打、それがセンターバックスクリーンへのホームランになりました。脇送る神宮今嬉しそうにホームイン。6対2で迎えるヤクルト9、長嶋一茂ピンチヒッターで巨人ファンも喜んでおりますが、センターバックスクリーンにプロ入り初ホームランを放ちました。
私は眠れませんでございましたね。興奮いたしましてね、今夜のトランプついに実現、長嶋一茂初登場初出演、初登場初出演ということは、機会があればこれからも引っ張り出そうという含みがあってのことでございますよ。長嶋一茂初登場初出演を祝って、梅雨もこの日を祝福するかのように、東京地方では18日ぶりの太陽さん、こんにちは、さん長嶋さんの登場にふさわしいでございますね。文化放送さだまさしのセイヤング、今夜はかねてからお知らせいたしておりました通り、長嶋一茂 in セイヤング、こういうお前オーバーのタイトルつけてけてお前本当大丈夫なんだよな。それでこんばんは、長嶋一茂です。さださん頑張ってください。それで終わりだったら俺殴るよお前のこと。いやいや、もうそんなことない、本当にそんなことないんだろうね。でも長嶋一茂っていう人、まああのプロ入り初だ、あのプロ入り初安打が初ホームランという選手っていうのは、うん、何人かいるんですよ、うんうん、だけどセンターのバックスクリーンにぶち込んだっていう人もね、うん、珍しいんじゃないかと、うん、だから例えですよ、出会い頭であったといえども、うん、あのガリクソンの球をですね、うん、センターのバックスクリーンに放り込んでいるだけの素質をきっちり持ってるというね、うん、私は素質でお話しておりますからね、一つ、うん、でどんな人でしたか、 とりあえず長嶋一茂、とにかくですね、うん、かっこいい、かっこいい、もうね、うん、素敵。お前変なことしなかっただろうな。しないんですよ。そうか、するわけないじゃないですか。私がただのスタッフはおかしいのがいるとか言われなかっただろうな。大丈夫だろうな。いやいやいや、もうね、うん、ちゃんと俺の手紙渡してくれた。あ、もう例の手紙を含めてですね、私徹夜して書いたんです。はい、長嶋一茂スペシャル、まずはそのあたりから聞いてください。うん、ヤクルトスワローズの長嶋です。どうもこんばんは。おい、こんばんは。お忙しいところ申し訳ございませんでした。練習中の、もうとにかくですね、もう本当にさだまさしが長嶋さんのファンでして、今日はどうしても来たいって言ってたんですけれども、まあちょっといろいろありまして来れなくて、まあまず手紙なんですけどね、まさしがなんか大阪で、土曜日の夜に徹夜で書いてたんですけれども、あ、ちょっとよろしかったらちょっと見ていただきます。はい、手紙です。ずっときゃじのかなんか読みやすいように言ってたんだよな。どうも。はい。まあ僕らも内容知らないんですけれども。あ、そうですか。じゃあ今の僕にはすごく励みになるお言葉で。あ、嬉しいです。どうも。もう、ああ、そうか。ね、ちゃんと届けてくれたんだな。なんかすごい喜んでいらっしゃいましたよ。本当。うん、いいね。うん、あ、そうか、喜んでくれたか。いや、ひとまずね、ええ、やっぱりみんながうるさいんだよ今。ああ、うん、なんか よきにつけ、あしきにつけ、いろいろうるさい、うん、世間がね、うんうん、そういうことであんまりね、うん、惑わされないで、一つ5年後にクリーンアップ打ってくれ。なるほどね。いう趣旨のことを私は書いたわけですね。うん、うん、うん、ええ、で、ところで長嶋一茂インタビューという話をしたらば、ずいぶんたくさんのハガキが文化放送に寄せられていたけども、その辺の皆さんの質問なんかもちゃんと聞いてきた。はい、もうね、その点も抜かりなくですね、よし、しっかりと聞いてまいりました。よし、聞いてみよう。はい、まあ、先週の土曜日の放送で長嶋一茂さんにインタビューするということをちらっと言いました。たくさんリスナーの方から質問のハガキなんかたくさん来たりなんかしまして、はい、今日は佐田隊長のほかリスナーになり変わってですね、はい、長嶋選手にいろいろお伺いしたいと思うんですけど、まずさだまさし、まあ、歌手としてもですね、はい、どれくらいご存知なんですかね。そうですね、あんまりね、歌謡番組っていうのはもともと見ない方なんでね、あんまり面識はないんですけども、はい、一回江川さんとのね、はい、なんかプロ野球の野球教室かなんかで出たところをちょっと見てましたけども、はい、結構野球とかお詳しそうで、もう、はい、すごい好きみたいですね。はい、そうです、あんまり歌とかあんまり聞いたことないんですけども。長嶋さん、はい、だってどういうような音楽は聞かれるんですか、音楽を。そうですね、もともとなんていうんですかね、こう、さだまさしさんみたいなね、歌詞を重点にね、置いてるようなやつじゃなくて、こう、ずんじゃがずんじゃがやってるわけわかんない、こう、うるさいようなね、曲ばっかりいつも聞いてんで、洋楽が多いですね。だからあんまり、そうですね、例えばなんですかね、やっぱり、うん、車の中で聴いてるのはディスコでね、はい、かかってるのはみたいな、
優先みたいなのが多いですね。特にこのアーティストっていう人はいますか？いやー、それも名前も歌聞いててもわかんないんでね、誰が歌ってんのかっていうのは。割ともサウンドで聞いてしまうっていうところですね、はいはい。そうですか。コンサートなんかは行かれました？あの学生時代とか。そうですね、あの尾崎亜美さんは3回ぐらい、はい、あ、そうですか、行ったことありますね。日本の方ではその人ぐらいですね。あとはあんまり洋楽、はい、あとリスナーの方からのいろいろ質問なんですけどね、小さい頃の夢っていうとどういうものだったんですか？そうですね、冒険家みたいなね、こう探検家みたいなね、こういろいろね、世界をこうね、なるほど、回ってみたいなっていうね。あ、そんなこと無理でしょうけどね。そういうふうに小学校の頃は思ってましたね。まだその頃は全然野球なんてことは考えてらっしゃらなかった？全然考えなかったです。今の時点であのプロ野球の選手になられて良かったなっていうようなことは何かありますか？そうですね、悲しいことに良かったなと思うことはまだないですね。あ、はい、なかなかあの一生懸命喋るね。そうなんです、本当に丁寧にね、話していただいて、なんか比較的雑にね、野球、しかも珍しいインタビューだよ、これ野球選手に対して。そうですか。子供の頃は何になりたかったですかとかね。いやいやいや、ほら野球のことはもうスポーツ番組で聞けるじゃないですか。まあそれは言えてるね。ね、うん、うん、一番気になる点っていうのは要するにオフの時何してるかなんだけども、例えば高野とか荒木みたいにこう、わっと飲みに行くタイプかな。まあ私もね、うん、きっと隊長はそういうんじゃないかと思いまして、うん、ね、プライベートなところもちゃんと聞いてみたんでございます。偉いじゃないか。けれども、ね、けれどもってなんだ、けれども。いや、まあですけど、うん、まあ聞いてみてください。はい、長嶋さんの今の元気のもとっていうのは何かありますか？そうですね、最近でもまあみんなから元気がない元気がないって言われるんでね。そうですね、最近はストレスの発散法、もしくはこれがこれで私は元気を出して頑張ってるみたいな。そうですね、あんまりストレスの発散っていうのもあんまりね しないっていうかね、お酒とかもあんまり飲めないし、タバコも吸わないですからね、やっぱり練習以外にふざけることじゃないですかね。ふざけること、はい、それはもうまあこう言ったら失礼かもしれないですけどね、まあ同じ同僚のね、はい、やつだとか、はい、あとは候補のね杉村さんっていう方がいらっしゃるんですけどね、はい、その人とはよく一緒に食事とかもしますし、なるほど、話とかね、まあ、野球のこととかあんまり話はなるべくしないで、他のくだらないことをね、面白おかしく楽しんでることぐらいじゃないですかね。お休みの日なんていうのは何をなされてるんですか？休みの日はですね、あんまりほとんどないんで、これといって休みになっちゃうと寝ることだけですね。あとまあ夕食をちょっと外に出かけたり、それぐらいですね。お友達なんかと一緒に海外行かれる？そうですね、はい、でも野球の同僚の方じゃなくて。そうですね、学生時代の友達なんかとはね、行くこともありますしね、その時によって違いますね。どちらの方がよく繰り出される？いや、よくってあんまり本当ないからね、ほとんど行かないですけどね、遠征先とかだったら、はい、その杉村さんとかと一緒に行きますし、ね、はい、こっちで休みの時は六本木とかになっちゃいますかね、やっぱり近場で、寮が門限ありますんでね。何時なんですか？11時厳しいものがありますね。はい、どれどれ、彼はもう23ぐらいだろ、23にして11時の門限っていうのは結構厳しいものがあるね。厳しいですよ。さだまさしコンサート行ったら帰れないよ。門限の内側にはそんなこと言ってると本当に話が本当ですね。ねえ、でも何か今は野球漬けっていう感じがするね、今の話を聞いてると。そうですね、なんかこう練習に次ぐ練習、おそらく家帰ってもやっぱりバットスイングだとかやってるんだろうね。なんかね、お父さんがお父さんだけにね、お父さん人前で練習するふりしませんからね。大型っていうのはね、人前で練習するんだ。うん、で、B 型っていうのは人前であんまり練習しない。だからね、
あのうちの弟もそうだったけどね、うん、B 型だから、うん、あれは人前で練習してるような顔しなかったね。でも結構厳しいことやってたよ。ふと弟の部屋を覗くと、あいつはサッカーだけども、うん、ビルビンでスネを殴ってる瞬間をそれを目撃した時にはね、俺はこいつはサッカーやってんのかプロレスやってんだかなんだか分かんないってとこあったけどね。うん、あそうか。いや今日はでもあのこの忙しい中をね、うん、咲いてもらって、これは第1弾だから、長嶋一茂特集は。そうですね。ね、うん、今度はいつかやっぱり、でも門限11位ってことになると、文化放送ちょっと読めないな、これ。ですね。うん。うん、まあ実はそういうこともあるんだよな、うん。生放送が難しいっていうのはね。うん、でも、今度はどうにか時間作って、隊長直接行きたいな。直接。隊長が直接、うん。うん。お前だけにね、いい思いはさせないよ。はっきり言って。でも、松本隊員、ご苦労だった、今日は。いえ、とんでもない。うん、で、うん、え、隊長、それでね、うん、実は最後に一茂選手からですね、うん、リスナーの皆さん、うん、隊長に一言ずつメッセージをいただいておりますので、聞いてください。ありがとうございます。しましたら、あと、この番組を聞いているリスナーの皆さんに何か一言メッセージをいただけますでしょうか。あ、そうですね、あんまりこういうラジオの取材っていうのはね、はい、今まであんまりなかったんで、すごくありがたいなと思いますけど。それでいきます。はい。そうですね、もし聞いていただける方にね、はい、野球がね好きな方で結構詳しい方とかね、はい、いらっしゃいましたら、まあ、これから何て言うんですかね、プロ野球っていうか、ヤクルトっていうチームはね、はい、すごく面白くなると思うんで、はい、プロ野球ニュースとかをよく見てですね、楽しんでいただければいいなと思いますか。ただに何か一言ありましたら。あ、そうですか、ええ、本当に面識がねないのに、こういうお手紙とかね書いていただいてすごく嬉しいです。これからこの励みにねちょっとでも応えられるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。なんか励みにっていう言葉をが非常に多かったな今な、ちょっとな。でもまあいいか。でもなかなかこういう普通ねプロ野球選手っていうのはその野球の選手ですからね、野球以外のことっていうのは元来どうでもいい取材なわけでしょ、はい、だから野球スポーツに関する取材っていうのはこれはやっぱり自分の職業だから大事なことなんだけども、うん、それ以外のことになるとやっぱりね結構みんな手抜くか面白かったりするかどっちかなんだけどね、面白がり方が普通じゃないね一茂選手の場合には、うん、非常に真面目だね、うん、だから真面目にねこういう企画にね、うん、答えてくれて本当に一茂選手には感謝をしたいと。ミーティングとかでですね、うん、ちょっと遅れていらっしゃったんですよね、うん、時間約束の時間よりも、うん、でもそれでねそれを気になさってて、うん、もう最初から最後まで遅れて申し訳ございませんでしたっていうのそういう形で。そうか、でも気持ちわかるな、うん、いい人でした。あ、いい人だった、ええ、これからの一茂選手のね活躍を期待したいとつくづく思うし、はい、それでまたあれだね、機会があったら今度は直に私が攻撃をしてですね、もっとわけのわからない話を、あんまり野球の込み入った話をしてもね、野球に興味のない方はわからないでしょうから、まあとりあえずまずお近づきの仕事、あ、酒飲めないって言ってたか。あ、そうか、タバコも吸わない、まあ、最も人を誘う時にね一緒にタバコ吸わないってあんまり言わないから高校生じゃないんだからね、そういうこと言わないんだから。じゃあ長嶋一茂くん、今度プリン食べに行かないか。くるくる寿司でもいいや。お知らせです。キャラメルコーン、世界で愛されるキャラメルコーン。チョコバナナ味もよろしく。小さな出来事、東波トールレーズンプリンセスの浅田花子です。今海の向こうに広がる景色を楽しみながら能登半島をウォーキングしています。輪島の町に着くと今朝摘んだばかりの可愛い花を売る朝市に出会いました。小さな出来事、小さな思い出。
やーしかし、実に何か野球色いっぱいでお送りしております。7月30日、本日現在総参加家屋632世帯果たして栄光の五軒中継の優勝旗を手にするのは一体どこのお宅でありましょうか。私さだまさしも期待と興奮で手に汗を握る緊張感、先ほどから手に汗を握りっぱなしでございますけどね。さてその、栄光を手にするにはまずノミネートされて予選を勝ち抜かなければならないということでございますね。今夜もノミネートされた皆さんのおはがきからご紹介したいと思います。これは亀戸天神藤娘、残ったね、予選から決勝大会に勝ち残ってまいりました。うちの両親は姉と結婚させてくださいと申し込みに来た今の義理の兄に、本当にこれでいいんですか生ものですから返品はご遠慮くださいと真面目に言ってました。私の時は何と言ってしまうのか今から怖いという、そういう話、なかなかユニークな家庭でありますね。それからこれは愛知県江南市の前田なんて言うんだ、前田なんとかしろ、マッサン、うちの母の家系には威張りたくとも威張れない自慢があるんだ。おう、それは代々負けてばっかりなのだ。おう、代々負けてばっかりだ、それが半端ではない、分かっているだけでまず祖先が関ヶ原の戦いで西軍について負けたそれから母のひいじいさんにあたる人が明治維新の時に幕府側についていたため高杉晋作の騎兵隊に負けた。あら、負け続けてるね。で、たまたま勝った日清日露は参加をしなかった参加しょうがない、うちの母の父が太平洋戦争に参加してまた負けたって、戦争なんて参加しなくたっていいんだろうな、しょうがない。戦後に生まれたうちの母の弟はどうなったかと思います、浪人したんですよ、浪人すごいでしょ、こんな家計のためにぜひ我が家甲子園は優勝させてください。これね、ノミネートされましたね。それからペンネームお経の読めない棒盛りってこう書いてありますけどね、うちのお寺には特別面白い人はいません、佐田さんのファンである私を除けば家族みんなごく普通の人当たりの良い人格です、ただ一人珍しいところにおられる方がいらっしゃる、阿弥陀様なんですいや本堂ではなくて家の方のお座敷におられるって、難しいところにおられるね、阿弥陀様っていうのは普通本堂におられるんだけどね、実は本堂を今建築中なんです、建築中なんだろうねきっとね、佐田さん、こんなに近くで阿弥陀様を拝めることはめったにないですよ、どうですか、名も知れぬ小さなお寺の阿弥陀様ですが近くで拝みに来ませんかって阿弥陀様の前での聖夜具ってのはどうでしょうか、本堂は今ないけれどお寺だからお座敷は十分広いですよ、これどこだ、これ場所はね香川県だな、香川県ってのはなかなかいい、なにそろそろ決定しよう、そろそろ決定しろっていうのが来てるな、これまで、私どもの方に残っている資料を振り返ってみますとですね、日の宮蔵のあるという仙台市の田崎修の家、それから中田さん家だね、中田さん家、これは栃木県足利市の中田さん家、さらに、私は個人的にはこれが非常に興味がある練馬区の幼い広志、SP レコードが300枚ほどあるという前にノミネートされた分でございますね。で、蓄音機、日本ビクターの蓄音機が当時295円もしたというね、昭和5年頃の蓄音機まであると、これにもちょっと興味があるけれどね、それではいよいよ発表はしないのか、発表です、さてそれでは我が家甲子園最終ノミネート家を発表したいと思いますノミネート家うるさい、ラーメン屋のシンデレラさん、私の両親はあの王府志福さんが新宿で中華料理店をやっていらした頃、王さんの下で10年以上修行したラーメン屋さんである、やはり決勝にね、最終発表、これはもう誰か行くんですね、ここ誰か行くんだよ、誰か。それから練馬区の幼い広志、日本ビクター製造、昭和5年に295円したこのすごいものがあると、それから、日の宮蔵があると、これは仙台市の田崎さん、この家、さらにそう、やはり最優秀家は
栃木県足利市中田由美子。お父さんが10日間ほど病気で寝ていた時、お母さんの買ってきた紙瓶に愛西郷という名前をつけて未だに使っているという不気味なお父さんなんですね。で、買ったばかりの高級腕時計をお祭りで紛失して帰って翌朝薄暗いうちに起きて探しに出かけて、真新しい靴とネックレスを拾ってきて元は取れたという、あの不思議なお父さんがいる家庭ですね。以上、これで4件ですね。4件ですから、もう1件あるわけですね。もう1件はこれです。やはり山下アナ先生の意見に答えて、香川県大川郡のお経の読めない坊森さん、近くで阿弥陀様が拝めるというこの5件に決定しました。かなりオーバーなファンファーレが鳴りました。散らばったな。練馬区、仙台市、それから松戸市、足利市、そして香川県大川郡。これにスタッフがいっぺんに飛ぶ。佐田さん含めてですね。私も行きます、もちろん。私もこのどっかへ行ってですね、一斉にこのお宅から実況中継を全員でしてしまおうと。史上初5件中継。すごい。2弦中継とか3弦中継っていうのはね、もう古い、今5弦中継、あらすごいですよね。いろんな、まずこのあれだな、阿弥陀さんとか行くやつは、ね、決まったな。ほぼ決まったな。ほぼ決まったな、あと日の宮倉だな。この日の宮倉とね、それから SP レコードね、それから問題のやっぱり最優秀家、最優秀家は栃木県足利市の中田由美子さん。良かったですね。もうここはずっと昔からキャンペーンしてましたからね。そうですね、ずっとキャンペーン。これが第1回のやっぱり優勝にはふさわしいんじゃないか。その他に中田家をどうしても推薦したい、実際に生の声を聞きたいという推薦はがきが5枚ほどありました。他には推薦はがきは来てなかった。日の宮蔵に中田さんが推薦のはがきを書いてたけどもね、どうも市民の愛西郷では勝てないというはがきを中田さんが書いてきておりましたけど、見事に最優秀家は中田さんちに決まりました。その他にも5件が決定したわけであります。私のスケジュールとよくにらめっこいたしまして、この5件に出かけまして、一つ5件中継の実現化を図りたいと、こういうふうに思っております。我が家甲子園、以上をもってとりあえずゲームセット。直径6センチ、薄さ 2.5 ミリ、超薄型セサミクッキーハーベストにセミスイートチョコをサンドして、セミスイートチョコハーベスト、ホワイトチョコをサンドして、ホワイトチョコハーベストの2タイプ。はい、よくできました。薄さに味がある東ハトチョコハーベスト新発売。マーレリンゴー、コロコロポテト、ストレスポテコト。声は小さい。どんなんでポテコファンクラブと言えるか。ポテコポテコト。マーレリンゴの塩味ポテト、東ハトポテコ。さだまさしのセンヤング、この番組はハートも美味しいの東鳩製菓がお送りしました。引き続きセンヤングアネックスでお楽しみください。よっ、今フライングした。岩手の皆さん、いらっしゃい。今夜のセンヤングアネックスではただいま特設電話で長嶋一茂 with さだまさしサイン入り色紙、初注文はがき、T シャツの3点を3名ずつ合計9人の方にプレゼントをさせていただこうという企画を進行中でございます。しかもこのプレゼント、午前1時30分まで文化放送特設電話で申し込みの受付を行っております。受付電話番号を申し上げます。東京 03-359-1134、 東京 03-359-1134。 深夜ですから、どうぞお間違いのないようにお願いしたいと思います。この時重ねて合言葉をお願いしたいと思います。合言葉はブンブンと虫がうるさい、これでございますね。合言葉はブンブンと虫がうるさい、合言葉を間違える人が多いという、困ったもんでございますけどね、別の合言葉にしてくれよかったかなと今頃思っております。もうしょうがない、言ってしまったものは、そういう状況でございますね。深夜ですから、どうぞおかけ間違いのないように
東京 03-359-1134 で受付中でございます。合言葉はブンブンと虫がうるさい。さて電話それからプレゼントときますと、今週もこの方が登場。こちらもプレゼントの発表がございます。ホテルアピグランドの勝さん。どうも。どうも。大変でしょ今。大変です。ねえ。でもやっと夏が来て。ねえ、あのお天気は今日は別途良くなりました。天気も快晴だったんです。今日は快晴だった。アピレディス今やっておりますけどもね、アピコゲンレディス今日はどうでしたか。やっぱりあの昨日のままですか。そうです。松尾さんがそのまま、松尾さんそのまま走ってます。8アンダーまで行っちゃって。え、8アンダー、あ、さらに2つほど伸ばしたわけですね。そうなんです。おお、2グループはどういう状況になってます。あとは2アンダー伊藤さんと小林さん。ああ、伊藤さん頑張ってますね。6つも離れちゃったんです。そうですか。じゃあアッピーもかなり夏が来て盛り上がってきたというそういうところですね。盛り上がってきましたよ。いよいよ明日はもう決勝の最終ラウンドですね。すごいですね。さて、勝さんからいただいたアッピーレディースオリジナルグッズ3点セット、当選者の3名を発表したいと思います。はいはい。千葉県市川市の鈴木敦子さん、兵庫県姫路市の長浜美和さん、群馬県前橋市の森田鳴子さん、以上3名の皆さん方に、3点、お送りしたいと思います。アッピレディースの最中、ホテルアッピグランドの勝さんも忙しいんじゃないかと思います。あんまり寝てないんじゃないですか。寝てないんです。ねえ、大変ですね。あんまり無理しないようにと言っても、まあ無理はせざるを得ない人ですから、はい、一つ無理しながら、くれぐれも酒だけは飲みすぎないように一つ。わかりました。頑張ってやってください。はいはい。皆さんにどうぞよろしく。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、どうも。ウィンドサーファーの500の参り、ロムエカップ88。今年は9月23、24、25、3人1組で、エントリーは8月31日決心有効。詳しくは、ロムエ本市です。その人なりの。お問い合わせは東京03-981-7876。ええやん、とっと。カーセンサー、レディオインデックス。特集、ソアラ、シーマ、レジェンドほか、国産旧メーカーのフラッグシップカー、激闘対決500キロ。ニューモデル仕様はホンダコンチェルト。さらに、夏休み極端情報。誰でもどんな車でも気持ちいいアウトドア。新車情報も任せろ。カーセンサー、今発売中。リクルート。ウィンドサーファーの500の前に、ロムエカップ88。今年は9月23、24、25、3人1組で、エントリーは8月31日決心有効。詳しくは、ロムエ本市です。その人なりの。お問い合わせは東京03-981-7876。ええやん、とっと。せいえいえいや。ここへ来ましてですね、なぜか急に絵はがき坂が鳴り始めまして、岩手で聞いてくださっている方は一体何のことやらさっぱりわからないんじゃないか、こういう不安もありますけれども、おはがき大紹介のコーナー、今日は野球中継のが伸びました結果ですね、この時間帯やってまいりました。挙句の果てにですね、深夜の区会は今週はお休みをさせていただこうか、こういうふうに思っております。そこで山下真先生はスタジオにいるんでしょうか。もう帰っちゃったかしら、あの人。さっき。いますよ。おいおいおい、いたね。山下先生。はい。すまんかったね。いえいえ。よかったね、でも阿弥陀様に行けるようで。嬉しいです。ああ、よかったですね。はい、でも本当に、せっかく待っててもらって悪いですけど、これからせっかくね、たくさんのおはがきいただいてますんでね。はい。おはがきの方に行かさせていただこうと、こういうふうに思います。おはがきたくさん、頂戴しておりますから、ビシバシ行ってみようかと、こういうふうに思いますよ。この話から行ってみようかな。松さんこんばんはというのは、京都市の下京区の方ですね。吉野貴則さん、いらっしゃい。この間起こった出来事を聞いてください。僕が2階で勉強していると、隣の家との30センチほどの隙間から聞いたことがない鳴き声がするんです。窓から覗いてみると、なんとイタチが鳴いてるんです。イタチが鳴いてるっていうのは驚くね、これ。それも2匹です。で、1匹はうろうろしてるだけなんですけど、もう1匹は全然動かないんです。いえ、動けないんです。
で兄と相談して何かで押したら動くだろうってことになったんです。ちなみにこの隙間には人間は普通入れないようになってるんです。まあ、その30センチほどの隙間ですからね。それで表に出て下に空いてある小さな隙間から押したんです。そしたらゴキブリホイホイの親玉みたいなネズミホイホイの開いたようなものに体半分くっつけてもがいてるんだ。そういうのあんの、ネズミホイホイってのは。ああ、それに引っかかっちゃったのね。で、必死でもがいていて、もう一匹がどうしたらいいのかわからないでうろうろしてるんです。その姿がとても痛々しかった。でもどうしようもないから諦めようということになったんです。それから少ししてまた覗いてみると、もう一匹増えていて、ペタッとくっついていたイタチは尻尾だけしかついてない。あ、だいぶ取れてるわけだね。そうです、一匹のイタチがくっついているイタチを噛んで引っ張ってるんだ。一生懸命引っ張ってやっと外れました。この間約1時間、3匹になったイタチは裏のセリ台に帰っていきました。セリダっていうのはセリのある田んぼっていうのかな、に帰っていきました。イタチの連帯感にも感動しましたけど、自然界の中の出来事ではなく、人間が明らかに介在していることなんですね。これは、釣り針の捨てたので鳥の足がやられたり、なんかすると、できるだけこういうことはまあないようにしたいもんですが、動物の連帯感ってのはすごいですね、というこういうおはがきなんですけどね。ああ、やっぱりイタチでも仲間同士助け合ってね、ネズミホイホイから仲間を救い出すなんてことがあるんだね。驚いちゃったな。よかったね、あの子イタチっていうのも最後はかなり来るんだろ。臭いものが、これが、これはかなり怖いものがあるんじゃないかって気がするけどね。結構、動物特集もう一ついってみましょう。ふみずきのふみの日さん、いらっしゃい。我が家の娘に言わせると、飼っているツバメが今年は2回ヒナを育てたそうです。よく絵本なんか見ると、初めて空を見たヒナが、なんて空は大きいんだろう、なんて思っている場面がありますね。私そんなの信じませんでした。けれど、今年巣立っていったヒナを見てちょっと考えさせられました。まず薄暗い土間から初めて飛んで屋根に止まるんです。土間から屋根にまず止まる。初めて飛んだ時、初飛行だよ。するとみんながみんな首を180度くるっと回して空を見るんです。それからぼーっとして、何考えてるのかな、やっぱり空は広いなーって考えてるのかな、ぼーっとなった空に負けないで、また来年も元気で帰ってきてね、こういうね、高知県の上郡の方からのおはがきですね。本当になんかこういう生き物っていうのはもう不思議だよね。やっぱり生き物は不思議っていうか、人間が何でも知っていると錯覚をしているだけなのかもしれないね。ちょっと便利な能力を持っていたから地球を制覇したような気になってるけど、決して本当はそんなことはないのかもわからないね。ガリバー変態記、桜市、いらっしゃい。先週の大雨本当にすごかったですね。習志野市ではあっという間に床上浸水ですもんね。ところであんな大雨の時、アリンコはどうするんでしょうか。難しい質問が来たぞこれ。一日中水に浸かっていれば溺れ死んじゃうんじゃないですか。習志野の周りは絶滅したんじゃないでしょうか。はあ、お前ファーブルの昆虫記とか昔読んだことない？今手元僕覚えてないですね。見たとは思うんですけど、読んだね。泳げないアヒルの話は、あれは違ったっけ。それはシートンの動物記だったかな。何しろどうなんだろう、アリだって水の入ってこないようになんか蓋かなんかすんだろうな。地面に染みちゃったら終わりですよ、あれ。穴から入んなくても。いや、染みてきたったって、染みてきたものぐらいはどうにか、なんか排水口かなんか作ってんじゃないか。どこにですか。いや、だから地面の中にさ。アリだって考えてるよ、昔から雨はずっと降るんだもの。でも床上浸水ぐらいに、もう上がもう海みたいになっちゃったら、どうします。降るなーと思ったら、引っ越すんじゃないか、一斉に。アリが。そういうのあったらすごいですね。家財道具を担いで。アリ見てたら、天気がわかる。そう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 、意外にわかるかもしれないよ。動物っていうのはね、生き物っていうのはね、バカにしちゃいけない。そういうなんか知れない、我々には絶対に持ってない能力を持ってる人が持ってる生き物っていうのは結構あるからね。虫が騒ぐっていうじゃない。そうですね。虫が騒ぐっていうのはそういうとこから来てんじゃないか。なんか天変地異が起こりそうになると、
飼ってあったり近くにいた虫たちがどうも妙な動きをするんじゃないかな。それともあの虫っていうのは第六感のことなのかな。アリどうなんだ、アリに詳しい方、ファーブルさん聞いておられましたらぜひお電話を頂戴したいというふうに思います。これはね、レイコさんのファンですとおっしゃる町田市の方いらっしゃい。佐田さんのファンになりましたのは14、5年前、今の主人長崎市出身 A 型と知り合ったばかりの頃、長崎市出身の歌手だよと言って精霊流しのレコードを買ってくれたのがきっかけでした。それから6年間くらいはレコードが出るたびに買っていましたが、子供が生まれ育児に追われるようになってしばらく遠のいてしまいました。それが子供を通じて知り合った友人が佐田さんの熱狂的な大ファンで、セイヤングを毎週聴いていて私にも聴くように強制するんです。前から歌が好きでレコードはよく聴いていたんですが、セイヤングを一度聴いて以来その話術にすっかり虜になってしまいましたとさそして子供が大きくなったら友人と二人でコンサートに行こうって約束してたのに、彼女ったら8月13日熊本のコンサートに一人で行くんですよ。8月13日熊本でコンサートがありますけどね。熊本の実家に頼んでチケットが手に入ったもんだから必死で新幹線の切符を取って、それも11日の最終の新幹線に乗って、博多からは23時36分発の有明号で実家に着くのは夜中の2時頃になるというのに、子供を二人も連れて、怒ってるんだか同情してるんだか分かんないはぎ通り、悔しいもんだから私が友情を取るの、さだまさしのコンサートを取るのと聞くと、もちろんコンサートよという答えが返ってきました。8月13日のコンサートとセイヤングの時間、私は長崎へ向かうブルートレイン瑞穂の車中です。自分も行くんじゃないか、本当にしょうがないなこれ。あ、13日じゃコンサートは見れないのか、そうかそうか、お盆を長崎で過ごすって書いてありますよね。なるほどね、そうかそうか。こういうお話が来ていたぞ。TBS テレビ5年生の人からお話しいただいております。佐田さん、あ、いらっしゃい。佐田さん、東芝日曜劇場第1648回への出演お疲れ様でした。さて7月20日に撮り終えたんですが、翌21日には早速編集に入り、あ、 TBS のテレビの人だこの人、早速編集に入り、朝10時から始めて終わりましたのは翌朝の10時。大変だったですね。24時間もかかってしまいました。申し訳ありませんでした。それというのも予定より相当オーバーして撮ってしまい、あちこち切りつまんで枠内に収めるのに苦労したからです。さすが佐賀さん、コンサートだけでなくドラマまで長いとは褒められてんだから。 でも苦労の甲斐あって大変面白く出来上がりました。リスナーの皆さんもオンエアを楽しみに。なおマドンナ役の城之内美沙さんは、あ、見ると話すとで大違いの賑やかな人で、でもとても素敵な人です。僕より年上だけど、って書いてますね。ではまた緑山スタジオでお会いできる日を待っていますよ。 TBS テレビのスタッフの方から。この間お世話になりました。本当ね、みんな、いいスタッフばっかりだったんで楽しく仕事をさせてもらいましてね。東芝日曜劇場オンエアは8月の7日日曜日とこういうことになります。佐田がドラマ初出演ということでございますね。セリフのないところ切りつまんだらもっとセリフがなくなってるんじゃないかと思いますけどね。頑張っていただきたいと思います。おはがきたくさん来ているんですが、もう一つ、あ、そう、これでいこうかな。それじゃね、川口の久保田さん18歳いらっしゃい。先日近くのスーパーに買い物に行った時のことです。ちょうど夕方でどこのレジも人でいっぱい。私もレジに並んだのはいいんですけど、前にいた人のカゴをふと見下ろすと食べ物の山、随分買い込んでるなと思いながら、レジに金額を打ち終わった店員さんがお客さんに金額を言います。とそのお客さんが、細かいのないんですけどいいですかと一言ね。あ、いい心がけだよね。細かいのないんですけどいいですか、こういう心がけってのは大事ですよね。偉そうにね、少しのもの買って1万円札バーンと出してね、普通の顔してる人ありますから、あれよくないですね。細かいのないんですけどいいですかと一言、そして出たのがびっくり、10万円金貨。そんなもんスーパーマーケットのレジで出すもんじゃないです。そりゃ細かいのないよ、そりゃいいですかって言ったってすごいよこれ。店員さんはレジのお金を調べてただ一言、すいませんお釣りがないんですけど。結局品物は全部返品、何も買わずに帰った方がありました。困るね。だけどこれ10万円金貨ってのは普通使えないんだよねこれ、ねえ、使い場所に困るねこれ。10万円金貨どうするのあれ。お金じゃないですよね、そしたらね。そう、使えなかったらお金じゃないよね。でもほら昔からよく言うじゃない、
あの効果っていうのはある数以上をまとめてはこう使えないでしょ。いや 使えるんだけどもそれは拒否できるでしょ、うん、つまり、うん、100枚とか200枚とかさ、うん、そんなたくさん10円玉をねべーっと並べてこれ買いたいっていう時にいやそれはちょっとっていうのはこれ拒否できるんだね、うんうん、そうなんですか、うん、だから10万円硬貨はだけど数は多くない1個だもんねそうですよね、うん、あれ10万円だからやっぱり9万7360円ぐらいお釣りがあるとこだったら使えるんだなきっとあれは、うん、今度それ持って風呂行こうかな俺嫌なやつで背伸びしようかってバンダイのところで嫌なやつだなお前はうちのスタッフ6名乗りませんお知らせですカーセンサーレディオインデックス初めての車購入から初めてのモーテルまで車生活初めてマニアそしてセドリックゴルフの年式別購入会多摩地区のユーカー外車ユーカーも徹底取材ユーカー情報1万4000台車選びの総合情報誌カーセンサー今発売中リクルートウィンドサーファーのお百の参りロムエカップ88今年は9月23、27、253人1組でエントリーは8月31日決心有効詳しくはロムエ本誌でその人なりの From A お問い合わせは東京03-981-7876ええやんトット最後のコーナーはちょいと一服でございます。今日は広田がアホの広田がウーロン茶を買ってきてくれました。お疲れさん。なるほど。ね。さて、いろいろお知らせがあるんですがね。深夜の区会で、番組の宛先をすでに印刷してあるという、はがき10枚ずつ100名の方にプレゼントって話をいたしました。今週深夜の区会がなしということでもって焦った方おられたかもしれませんけども、当選者の一部の方の発表させていただきます。愛知県一宮市の堀田正弘さん、東京都練馬区の茂木美沙夫さん、東京都練馬区の永瀬力也さん、千葉県市原市の西坂房江さん、埼玉県戸田市の川口静江さん、他、95名の方に10枚ずつ、番組の宛先が印刷されたハガキを合計100名の方にプレゼントさせていただくことに、いたしました。発送をもって発表に変えさせていただきますんで、あしからずと。それから旧札の当選者の発表ですけども、さだまさしのセイヤング350回記念350名旧札プレゼント当選者、葛飾区の渡辺理恵さんから、高崎市の、寺井優子さん、名古屋市の伊藤博美さん、倉吉市の田上智明さん、横浜市の渋田玲子さん、上川郡の金丸翔一さん、千葉市の道下雄一郎さん、福知山市の高橋澄子さん、ほか、合計350人の方に旧札プレゼント。すごいんだね。これ全部で集まったはがきっていうのは1600だか2000だかあったっていう、一つそういうことでございます。中学浪人して悩んでた大谷君が元気になりまして、埼玉医科大学に入学したというハガキがね、挨拶状が僕のところに届いてました。頑張ってね、よかったね。こうやってなんか番組でね、知り合った人は頑張って、結果が出てくるとなんか僕らもやってて嬉しいなと思います。それから一茂グッズですけども、大阪地方がですね、ナイターの中継の時差で午前1時40分から始まる、1時40分から聞いていただいてるんですね。ですから電話の受付終わっておりますので、大阪地区近畿地方の消印のある方に限りおはがきで受付をさせていただきます。合言葉はそれでも書いてくださいね。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング一茂グッズプレゼント宛てでございます。ブンブンと虫がうるさい、これが合言葉でございます。というような状況から、今日は慌ただしかったね。やっぱりナイターに時間を食われるとなかなか思い通りに番組が進まないという生放送の辛さでございます。最後の曲です。普通の人々、さだまさしです。せいえいえいや
さて、ふとすごいハガキが来たんですね。入間市のマッサンの愛人さんのラストレーターね。えマッサン、もしこの世が人間じゃなくて犬とか猫とかによって支配されていたら、やっぱり彼らが今されてるように私たち人間もペットショップで売られてたのかな。だとしたら一体いくらぐらいの価値があるんだろう。ドキッとしたハガキなんですよ。ペットとして適当かどうか分かりませんけれどね、売られたとしてもやっぱり猫とか犬の感じになるのかね。深夜の深い今週できませんでしたね。来週、再来週、来週もね、僕はあの長崎からっていうコンサート松山千春君と一緒にやるんで、これもね、あと成田の影響とかね考えますと深夜の深いできるかどうか本当不安なんですけど、もう随分たくさんいただいております。もう3太陽3、何でも3なら結構です。これでもって、来週は長崎からお送りする予定ですが、今週の成田推しクイズは、内輪で一番近かったのは野田雅彦さん、10分推し23歳自営業の方、この方に時計をお送りしておきます。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしの西安区、何でも結構です。いろんな係あります。思いつくままに何でもいいですから、愚痴はがきでもいいじゃない、こう書いて我々みんなでね一生懸命読んでますからね。それでも構わないし、面白いハガキだな。ペットショップで売られたとしたら人間には一体いくらの価値があるか、これちょっとしばらく考えてみようかな。俺もなちょっと自信ないな。どうやら梅雨もこのまま開けてくれそうですね。開けてくれたらみんなまた元気になるだろうし、元気で頑張って一つ頑張ろうね。今週も最後までのお付き合い本当にありがとうございました。来週は僕は長崎からということでね、もしかすると頭から入れるかどうか分かりませんけど頑張ります。お相手はさだまさしでした。どうもありがとう。文化放送西村智美です。大迫力のビジュアルストーリーがいっぱいといえばもう知ってるよね。月刊ドラゴンマガジン、夏休み号だけの特別付録読めるマガジンもついて、月刊ドラゴンマガジン9月号は富士見書房から絶賛発売中。智美の表紙がターゲット。豊かな暮らし、充実ライフ、繊維資材から住宅資材まで暮らしのファッションを演出するトータルファッションクリエイター、村田町株式会社。6日までは1万匹のホタルがあなたを歓迎。サンシャインビッチ、波のところからドーンと落ちるわけね。あれは怖いものがあるね。やっぱりやった、今の第1位とかってどんどん第1位がね第1位が増えてきちゃったのかって、ずっと波が来るたびに今のが第1位だとか言ってね、よく舌を噛まなかったなと思いますけど、なかなか僕は元気でした。松本もね、いや僕も行きますなんて言ってたんだけどね、顔は真っ白もうね、お白いを今塗ってきたんじゃないか顔で唇なんか乾ききったって紫色になっちゃってね、僕は大丈夫です、何が大丈夫だ、早くとっとと降りろったらね、救われたような顔してねとかね、いやそういうのが見たくないよお前の込み上げるものは何か込み上げる旅だったね。口永良部島っていうのはとっても小さな島ですけど、温泉が3つもあってね、それであのその中の根町温泉ってとこ行ってきたんです。なんか温泉ばっかり行っててね、なんかジジイになったような気持ちになりましたけどね、それで僕はあのせっかく口永良部島なんてめったに行くことが できないんだから、つってギター持ってったわけで、もしかしてあの突然ね神出鬼没コンサートつっていきなり歌い出しちゃおうかななんて思ってたの。それで根町温泉が狙い目だなと思ってたの。そしたらその根町温泉へ行ってみたら、もうさだまさしなんて知らないようなじいさんとおばあさんばっかりでね、でそのままギター持って帰ってきたの結構切ないものがあったね。でも屋久島行っていろいろな勉強した。種子島も行ったけれどもね、種子島はもう5万5000ぐらいの人が住んでる、もうすごいで7200年生きてる杉の木を見て、翌々日にね、宇宙センターを見るという不思議な思いがしましたね。なんか自分たちの
しようとしていることで、自然がしようとしていることちょっとずつギャップが出てきたなっていう気がしないでありません。で、あの前からこの番組でも話している上役長のアイデアですね、ロープウェイを作るということに対して、まあ、僕は個人的には反対の立場を取ってるんですけどね、屋久島行って、気づいたことがあります。反対意見を言うときには代案を立てるべきだ。要するにそれに反対だというだけでは何の意味も持たない。やっぱり、反対なら反対で、こういう方法があるという代案を立てないとそこから議論は始まらないということはよく分かったんでね、少しそのことについて考えようかと思っています。今週最後の曲です。さだまさし、時代外れ。元気だったか、汚ねえ顔ずらり並べやがってって、お互い様だってか、そりゃそいだ始めっか、有金全部テーブルに出したか、熱じゃねえぞ、まずは乾杯。つまみなんか頼んどけよ適当に。あ、俺エビ抜いてね、嫌いだから。何相変わらず当たり前だ、簡単に変わるか男がよ。俺たち昔からあれば脱の法則で、助け合って足引っ張って生きてきた。正しい青春の法則あれば出す。おじんくさいって言わしとけ言わしとけ、そんなもの古い歌と古い方の女が好きだね。俺たちってキレがあるのにコクがあるって、それほどでもねえ、違う、ごめんね、時代外れで、ごめんね、こんなやり方しか知らないけど、あったかいんだ心がね、本当だよ、触ってごらん、ルールだよ、だって剣に揉まれてお互い老けたよな、髪の話してんじゃないよ、無口になっちゃう俺。そうじゃなくて、みんな責任持てる顔になってきたって、俺の話聞いてんのか。そうか、乾杯。何終電、終電が怖くて酒が飲めるか。あ、本当に怖いの。あ、そう、理由書いてます。流行がどうした、流行が怖くて風邪ひけるかなって、何言ってたか分かんなくなっちゃった。俺たち昔から時代外れだったよな、遅れてもいないけど進んでるわけじゃない、他人のやり方なんて気にしたことがなかった。 BC ブランドもグルメブームもいいじゃないか、クロワッサンにコーヒーのブランチなんて、まあ入ったらやね、貸し衣装だって似合うなら幸せだ。ごめんね、お茶漬けが食べたい。ごめんね、お茶漬けが食べたい。しばしでもつけてね。こんな生き方しかできないけど、あったかいんだ心がね、本当だよ、ちょっと照れるけど本当だよ。ご一緒どうぞ。ごめんね、時代外れで、ごめんね、時代外れで、もう一回言ってみよう。ごめんね、時代外れで、ごめんね、コアラからカモノハシまで、かわいい動物くんが待っている。
ベストシーズンのオーストラリア、ニュージーランド、そしておしゃれなあなたに送るハワイ家講座、年末年始ツアーもスタートして、いい旅見つける旅行情報誌、エイビーロードで行ってきます。カーセンサー、レディオインデックス、ミニ119万円から BMW 798万円まで、今買いの輸入車を予算別に特集、マークフルチェンジ直前、独創登場のハイオーナーカーマル秘交流情報、そして270馬力国産最強トヨタスープラ、車選びの総合情報誌カーセンサー、今発売中。せいえいえいや、ラストレターは調布北港のルパンマウス。松さん、松さん、とっても素敵なことを聞きました。こういう言葉です。あのね、顔は親の責任、表情は自分の責任。後輩の男の子が言ったんです。すごいこと言いますね。なんかいつも顔の作りに気を取られる一人としてはちょっぴりドキッとしてしまいました。なるほどな、顔は親の責任、表情は自分の責任か。いいこと言うね。うん、だから顔を作るっていうもんね、うん、いろんな経験を重ねて顔を作っていく、いい表情をするようになるっていうのはやっぱり、まあ屋久杉が年輪を重ねるのと同じだからね、我々にとっての年輪っていうのは表情ですよね。だからあまり無表情な人よりは表情のある人の方が楽しくていいやね。表情ありすぎると疲れるけど、まあ本当に今週はいろんな体験をしました。ちょっとね、1週間ずーっと寝不足だったような気がしますけどもね、まあそれでも楽しかったですよ。最後の晩、種子島でね、みんなで月を見ながら、海辺でね、磯のザバーンというところで妹とね、松本とかね、ケンさんとかみんなで、ビールを持ち出してきてね、民宿のすぐ裏なんですけどね、岩場に座ってね、酒盛り大会がありましたね。レイ君は酒盛りの歌なんか歌ってましたよ教えてと歌ってましたよ。まあいろんなことがありますけど、さて、それじゃあまた私の方はね、私の方でいろいろ頑張ります。明けて日曜日、今日ですね、